オースチン走行車は第一次世界大戦中にイギリスのオースチン車が開発した双輪走行車である。もともとはロシア帝国の発注で生産されたが、ロシア帝国軍、ロシア内戦中の両陣営のほかイギリス陸軍や日本陸軍などでも使用されたオースチン走行自動車。第一次世界大戦勃発直後の1914年8月に、 ロシア帝国は装甲車部隊の編成を決め、自国での量産は困難であることから外国に発注することとした。これに応じてオースチン社が開発したのがオースチン装甲車1型である。乗用車をベース車両として装甲板をねじ止めし、ロシア側の要求仕様に応じて並列した2つの銃刀にマキシム機関銃を装備していた。 早速1914年9月29日に48両が発注された。価格は1両あたり1150ポンドだった。1型の実戦投入の結果、走行が脆弱なことが判明し、現地で走行強化がされたが、大幅な重量増加と走行性能低下を生じた。そのため、より大馬力のトラックを原型とした改良型が開発されることとなり、 1915年3月に2型として60両が発注された。走行強化などが行われたが、後部ドアの廃止は運用部隊では歓迎されず、引き渡し後の現地で後部運転席とハッチを追加するなどの改修が加えられた。後部運転席を最初から備えた3型も1916年8月に発注され、生産された。 翌1917年には、さらなる改良型である、いわゆる1918年型が発注されたが、引き渡し前に、ロシア革命が発生し、ロシアへは輸出されなかった。また、1916年には、ロシア帝国は、自国でもオースチン装甲車を製造することにした。ベースとなる車体は、オースチン車から輸入し、自国で生産した。 上部構造物と合わせて組み立てる方式だった。上部構造は、サンクトペテルブルクのプチロフ工場が生産を担当したため、一般にプチロフ型として知られる。1917年7月までに組み立てる計画だったが、ロシア革命の影響で工場の機能が麻痺し、1918年3月になって、ようやく最初の一両が完成した。 後に生産拠点は、イゾルスキー工場へと移され、1920年までに、総計33両が完成した。さらに、ベース車体を、ケグレスセ式の半送機車に変更した型も生産され、1919から1920年に12両が、完成している。なお、第一次世界大戦後のイギリスでは、米国のピアレス車製のトラックを、 ベース車両として、オースチン走行車の設計を流用した、ピアレス走行車が製造されている。ロシア軍が使用中のオースチン走行車1型。ロシア帝国陸軍は、オースチン走行車が到着すると、多数の機関銃自動車小隊を編成した。最初の編成は、no.、ナンバーワン級と呼ばれるもので、オースチン走行車3両と乗用車4台、トラックと燃料車。 1> 各1台、オートバイ4台、約50名の将兵から構成され、第5から12機関銃自動車小隊が相当する。それ以降に、創設の小隊は、ナンバー20と呼ばれる、オースチン走行車2両と他の方を搭載型走行車1両を、中核とした編成に切り替えられた。第13から36小隊が、ナンバー20編成のオースチン走行車部隊だった。これらは、 師団や連隊に配属されて運用された。1916年中盤がまでの実戦経験の結果、ロシア帝国陸軍はより大規模な装甲車部隊の方が効果的であると判断した。そこで、1916年8月に従来の小隊を2から5個統合して12個の装甲自動車大隊を編成した。装甲自動車大隊は、 各軍の直轄部隊として運用されることになった。ただし、コーカサス方面などでは、従来の小隊のままで残った例もある。ロシア内戦に突入すると、様々な陣営の部隊が、オースチン装甲車を使用した。中でも、赤軍がプチロフ型とケグレッス型のすべてと三型の、大半を保有して、最も多数のオースチン装甲車を運用できた。赤軍は、 4両の各種装甲車を中核に以前の小隊規模に近い装甲自動車隊を編成していた。1921年時点では赤軍は約110両のオースチン装甲車を保有していた。赤軍の装甲自動車隊はポーランドソビエト戦争にも投入されたが20両ものオースチン装甲車がポーランド陸軍に露格される結果となっている。その後、 1931年に輸入型のオースチン装甲車はすべて退役し、1933年までにはロシア生産型も含めたすべてが退役した。オースチン装甲車1型。サンクトペテルブルクの砲兵、工兵、通信軍事史博物館にオースチンプチロフ装甲車が保存展示されている。以前は市内のマーブル宮殿前に展示されていた車両である。 この車両は、1917年4月に、ウラジーミル・レーニンが、演説台として使用したものであると言われることがあるが、1917年には、プチロフ型は、未生産のため御殿である。なお、サンクトペテルブルクのフィンランド駅前のレーニン広場には、レーニンのオースチン走行車場での演説の模様を、再現したとする銅像が立っている。台座が、 オースチン走行車の砲塔を模した形状になっている。ありがとうございます。